3年後に日本人の5人に1人が75歳以上になるとあなたは知ってますか？そこで高齢者が自分で生死を選択できる法律ができました。それはプラン75。あなたは賛成、反対、コメント欄に書いてね。仕事も住むところも追い出される老婆。国の保護を受けようとするが、すべてがうまくいかず、プラン75の申請をする。が、とんでもない事態に。磯村隼人さんら国の職員が親切そうに進めてくるが、これは優しい顔をした死刑執行人にも見えました。この映画はもはや現実、世の中への危機感とともに命の尊さを強く、そして静かに伝えてくれる傑作です。